黙ってこの塗装を打て庶民と言われてるみたいで腹立つ。あ、まだ月島は言い方子供だな。いやらそうしてる余裕はないんだよ。どういう意味だ。ほら何やってんだお前ら。田中、プレッシャーダメ。え、なんすか。あいつまた一発気合入れて。お何言ってんのお前。ひなたはそういうのが聞くタイプじゃないだろ。田中、この団体も抑えろ。緊張くらい誰だってするんじゃ。あーほらもうお前のその感じ、小心者の緊張舐めてる。お前は緊張とかしねえの。します。今はしてません。なんだよ。ここは通過点っすから。くそ大物め。お前らだって40点の赤点ギリギリじゃん。大きくなれないぞ。親戚のおっさんか。すまん。はぁ、できすぎかよ。できすぎくんかよ、牛若くんはよ。突破できなきゃ俺たちはもう来れないわけか。出たネガティブヒゲ。そうだな、ネガティブ。早く立て直さないと手遅れに。落ち着け。自滅してる余裕ねえぞ。何にビビってやがる。テレビか、浮かれてんじゃねえ。分かった分かったから菅も落ち着け。菅さん怖え。すいません。やっべえ、めっちゃ睨まれた。正真正銘初もう出てな。おいってことは去年のは何なんだよ。ただのもうでかよ。おい、いい加減にしろよ。違う、お前が落ち着け菅。そんなにはるばるじゃねえし。二度と地に落ちたなんて言わせねえ。はい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 。